渡辺沖縄記念公園内にある渡辺助作像渡辺沖縄記念会館は山口県宇部市朝日町に所在する音楽ホール。宇部市の発展に大きく寄与した渡辺助作の功績を記念するため渡辺の関連した沖の山炭鉱など7つの会社によって1937年4月に竣工し周辺の公園とともに同市に寄贈された。当時の宇部市は 市民公会堂建設の必要性が高まっていたが、費用面で、目処が立っておらず、大変タイミングの良い事業であった。渡辺沖縄記念会館は、後に、宇部鉱山ビルや旧宇部銀行館、宇部鉱山宇部ケミカル工場事務所など、宇部市に関連した、多数の設計に関わることになる、村の東合の、同志における、最初の仕事であり、村の自身も、 私の出世作と語っている。渡辺沖縄記念会館の設計にあたって、村野は、早稲田大学の音響学者である佐藤武雄の助言を受けるなど音楽ホールとしての音響特性に特に注意した。その結果、特に舞台上で他の演奏者の演奏がよく聞こえるなど演奏に適した音響特性が実現され、1951年、バイオリン奏者、 ユーディメニューインの来日時の演奏会場に指定されたことなどをきっかけに音響効果の優れたホールとして広く知られるようになった。同館は良質の材料が十分に使用されたことや二度の大改修を含む適正な維持管理が行われてきたことから西日本で最も歴史のある音楽ホールの一つとして今日でも国内外の演奏家によって利用されている。 同館は、このような長期にわたる利用を可能とする設計と、その後の実際の適切な維持管理等を表彰して、1995年の第4回ベルカ賞ロングライフ部門に選ばれている。村野の設計による同期年間は、戦前期の前衛建築として、最高傑作の一つに数えられ、1997年6月12日には、 登録有形文化財に2005年12月27日には村野の作品として初めて国の重要文化財に指定された。建物は鉄筋コンクリート構造には風格があり昭和初期のモダンな雰囲気を残しているとの理由から映画オールウェイズ続三丁目の夕日のロケ地としても使用されている。ありがとうございます。